河津町で今月1日から始まっているのが、伊豆半島の初春を彩る一大イベント、河津桜祭りです。島根にも綺麗な河津桜の並木があることを、ピコちゃんは知っています。島根県で河津桜の並木が見られるのは、雲南市大東町春江地区の赤川沿いです。JR 新地駅から国道54号線を車で約12キロ15分ほど走ると着きます。または無料の松江尾道線の雲南加茂スマートインターチェンジから約5キロ7分ほどで着きます。赤川沿いに180本の河津桜が 1.5 キロにわたりピンクの花を咲かせています。駐車場が広くないので注意が必要です。天気が良かったから春を見つけにやってきました。 Spring has come。 そうだね、洗濯物が干してある風景は観光地にして来場者を増やそうという下心がなくていいですね。つぼみも多いから今週末ぐらいが満開じゃないかな。